ここは中村獅童歴史研究所。胸がドキリとするような歴史を研究するため、彼は歴史上の偉人に変身している。私は邪馬台国の女王卑弥呼、中国の魏志倭人伝に書かれてる千人の侍女たちはべらせて、まじないで国を治めたとされてるわ。そう、私の生きた時代、村から国が生まれていたの。村から国へ、溢れたわ。争いはもうたくさん。誰かが平和に収めなきゃ。私が卑弥呼様。裏から国へ。みんな聞いてくれ、私は決めた。大仏を作り仏の力で救われたい。だからもし同じ願いなら一緒に作ろう、一緒に作ってほしいんだ。一本の草、一つ紙の土、持って集まれた民の力、心を込めよう大仏に。15メートル、およそ250トン、 2.5 メートルもある。延べ260万人金は重に宮城から、どうやら口と取るのもまた材料日本中からかき集め、かき集め、巨大な内部の完成目指すよ。貴族大きな屋敷、貴族贅沢な暮らし、貴族すごい力を持っていた。この世の中は私のもの。光り輝く大きな権力、掴むには娘を帝と結婚、自分と帝は親戚、息子を帝の補佐にして一族で国を動かした。
士こそ誇り誇り天使こそ太陽太陽武士の武士の世の中世の中こうして生まれた Come on 武士の武士の世の中世の中こうして生まれた OK Everybody let's go 自分の領地を守るため武芸に励んでいたんです天の貴族に頼られてだんだん力をつけたんです私は兵士ライバルは源氏上皇天皇を味方につけて平治の乱で源氏に勝ったんです手柄大きく認められ上級貴族の仲間入り輝け兵士きらめけ兵士兵士一門で周りの不満なんのその一族独占政治の実験輝け兵士きらめけ兵士張り切っていこう兵士一門で兵士こそ誇り誇り兵士こそ太陽太陽兵士の兵士の繁栄繁栄こうして生まれた Come on 兵士の兵士の繁栄繁栄こうして生まれた OK兵士ごうんと奉公御家人たちよ集まってくれ私のために
だっておじいさんのような立派な将軍になろうとしたさ。だけど政治はうまくいかない、だから僕は文化に力を入れたんだ。吉政どんな人、銀閣作ったよ。佐野に行けば知ってるかい、今に伝わる多くの文化は僕の時代に、僕の時代に生まれたものだよ。皆に言っておきたいことがある。大名たちよ従いなさい、従わないと大軍を来るぞ。農民たちよ刀を出しなさい、一揆することは許されない。農民たちよ年貢を払いなさい、みんなの土地の広さは知っている。それは戦いのない国にしたいから、それは安心して農業をできる国にしたいから、天下統一わしはみんなを幸せにしたいから。皆の者よ聞きなさい、私が関白豊臣秀吉、天皇の補佐天下統一を成し遂げる。やるぜ！ 10 年目の年埋めたいだろ、はい、
東京だぜ。 Thank you。身分捨て町人になり髪型で担当脚本書いたとさ。街を賑わす恋愛事件を生き生きと生き生きと書いたとさ。なのに人間の体の中を知らない外国のこともわからんそこには進んだ知識あるそうだ知りたくて学びたくて蘭学
学オランダの解剖書原爆みんなで集まって4年かけ翻訳した解体新書原爆蘭学の医学広めたよ地理や天文学も発達した外国の力を恐れて開国した江戸幕府日本に不利な条約関税もかけられない治外法権だから外国人も裁けない物価は上がるばかりで庶民の生活苦しいでも外国も戦うには日本の国は弱すぎる倒幕して強い国を作ろう長州藩お互いで幕府倒すぞ山頂の勢いに負け幕府は政権返上天皇中心の時代ここに始まったんだよ最後は政府軍引き反対勢力打ち破る二度も国の仕組み作り明治の世が始まる明治の立て役者西郷時度だけじゃない維新三傑最後の一人この大久保にお任せを今の鹿児島薩摩に生まれ目指すは外国に負けぬ強き日本海外視察で思ったさ欧米諸国は強すぎる追いつきたいのさその背中追い越しで会える明日がある何かが日本に足りぬのならば何かをこの手で作ればいい明治維新僕は日本を強くする祖国強兵強い軍隊なし二十歳一人しか励めよ徴兵令祖国強兵食産工業産業工場大量生産技術を磨き広めよなあ度胸の最後お互い立場も変わって大変だなそんな時は深呼吸して今宵お茶でも飲むか明治維新僕は日本を強くする僕は日本を強くする私は日本で初めて総理になった男倒幕運動で活躍し政府の中心になった政治に参加したい国民が自由民権運動を起こしてね押される形で国会を開く約束しちゃった私は日本で初めて憲法を作った男国会の準備に私はヨーロッパの憲法を学んだ
法をお手本に、私は天皇中心の帝国憲法をまとめたのである。日本で初めての憲法、天皇の権限が強い、内閣国会軍隊も天皇がトップでまとめる。みんなでよくしてちょうだい。はい、ご苦労さん。ドンネルオンヤジ、雷オンヤジ、お前たちは言うけれど、厳しくなければダメなのだ。世界で活躍する学者になるために、ドイツ留学で破傷風の治療法見つけた私は世界の北里になったんだ。帰国後私は研究所の所長になり、日本の医学を向上させたんだ。伝染病を防ぐ作り、公衆衛生大切さを広めたぞ。ドンネル親父、雷親父、お前たちは言うけれど、世界レベルの学者育てるため、人材育成力注いだぞ。弟子の志賀清、石切りの薬を作り、野口英世は黄熱病の研究に命を懸けた。日本語出て世界で学び、人類のため全てを注ぎ、ノーベル賞を取ってやる。この徳川将軍に仕えてた、そんな私が海を見た、世界という名の海を見た。オーシャンズリゼアメリカで、ハローエジソン、マイネームイズエイチ渋沢、経済産業科学西洋に学び、日本最初の銀行を作ろう、会社たくさん起こそう、宝石ガス船鉄道、日本経済の息吹だよ。世界と渡り合える日本にしよう。突然の関東大震災、みんなの心折れた。でもどうか泣かないで、今日土砂降りでも晴れる日は来る。民の力集めて立ち上がろう、日本の底力きっと目指してる、幕末の古き不平等条約、いらないな二度と、イエーイ、痛み消
け散らす時だに一本 We can't stop the Fubia Odawar されるがままに耐え続けては取り戻せぬに一本の誇りノルマントンゴダメ押しのく一人目、むつむねめ、yeah. あの龍馬が一目置く秀才、目指すは人外封建撤廃。日本での外国人犯罪、日本で裁く当然じゃない。まずは大国イギリス説得。今日もあとに続くに違いない。そして二人目、こんなんじゅたろ、胸みつに見出すらしい感じ。回復せよ、完全自粛だ。外国からなだれ込む安い商品。私は聖徳太子一度に10人の話は聞いたと言われている。二十歳で戦将になり蘇我の馬子と力を合わせ天の中心の新しい国づくりを目指すのだ。それが私の理想だ。12回を決めたのは私。家柄や出身地は関係ない。能力の我念ごとくが役人に17条の憲法を定めたのも私。そうだ、役人の心構え。一つ名を大切にし争いをやめろ。一つ裁判は公平に行え。一つ地方の役人は勝手に税を取り立てるな。皇族たちをまとめ上げて真の国に、それが私の理想。ついに使いを送ったのは私。文化や政治の仕組みを取り入れる。ついに使い転じし思います。時代の先進国ずいと仲良くお付き合い。私の理想、ひずる国の理想。中の上の王子、私は王子。大化の開始、私たちやったよ。聖徳太子の亡き後、尊厳のいる感覚のよりも力を持って天の中心の国にするために、中と身の鎌足りと手を組んで蘇我氏を倒したのさ。中の上の王子、私は王子。大化の開始、これをきっかけに新しい時代が始まった。豪族は貴族となり役人として政治に参加。豪族が支配していた土地や人々、国のものに、都から地方に役人を派遣し納めさせた。戸籍を作り人々に税を納めさせたのさ。村長稲の取れ高 3% 地方の特産物、年に10日都で働くが布を納めろ。 Everybody here! 中の上の王子、私は王子。大化の
中心の新しい時代の始まり。政治を行う手助けをするのだ。
私は政子天将軍愛した夫源頼朝ゴンとこゴンとこゴンと吐くわしを束ねし男よわしはそして私を置いて永遠の眠りについた男近頃御家人気もそぞろ幕府を倒せうめく朝廷の影御家人たちよ迷っているの幕府につくか朝廷か揺れているのそんなところでゆら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 しなくていいのに今こそ思い出してからのおかげで武士の血も上がり土地も増えたってことをその後も山よりも高くて海よりも深いの今こそ方向で答える時よ迷いはさ捨て去ってことがとても好きさ涙でネズミ描いたさ修行のために入った禅寺で水墨画の魅力に出会ったさ海を渡り民の国僕らの技術を磨いたみんな才能が認められたんだ帰国して私は自分の水墨画を描きたかった各地を歩き日本の風景そして四季を隅で日本独自の水墨画を完成させたんだ世阿弥は能楽を作り庶民の娯楽を芸能に室町時代に日本独自の文化や芸能が花開くよ今に伝わる室町文化時は室町公認の乱幕府の権威地に落ちやがてはびこる下国上戦国大名が生まれた俺の名は武田信玄山梨に住む甲斐の虎信玄の宇都宮金山抱く統治の虎が我こそは上杉謙信総裁に味方越後の竜天候成果の野生的な城上り生み出せ地方の優雅奪い合う乱世城作り両国広げろ行くぞのに生まれ
死ぬザビエルです。大名に許可もらい街角で布教をする。鹿児島から京都山口大分と西日本歩いて旅し2年かけキリスト教を説いて回る。ザビエル伝えるキリスト教の中で日本にザビエル伝えるキリスト教の種をまいたのさ。ザビエル帰国の宣教師たちが来日。キリスト教は日本に大きな影響を与えた。信長はキリスト教を熱く保護した。南蛮貿易で利益を欲し大名たちもキリスト教を熱く保護した。パンにケルタコップにボタン南蛮文化は大人気。外来語がそのまま日本語になって今に伝わる。ことを憧れる庶民の心をつかむよ。時をかける広重彼の浮世絵は老婆やモネにも大きな影響を与えていたよ。広重彼の風景画は時が経っても国が違っても愛されているよ。日本に学びの雫天文学測量実は煮出す学びへの思い。俺は私にもあの日あの時を訪れて、yeah! 若いお師匠さんとの出会いが全てを変えたんだ。50の手習い覗いた望遠鏡の奥に広がっていたのは無限の無限の宇宙で、まるで少年のようにときめいてしまったんだ。人生のセカンドステージ学問に捧げよう。お師匠さんと考えた北極星見上げる角度と歩幅で地球の距離測れるんじゃないか。私は歩く歩く歩いてハラハラ
沈む日山も峠も海岸線も私は歩く歩く歩いて花から泣くセミビュービュー吹く風しんしん降る雪わらじ切れても仲間なくしても祈ただけか緻密な地図を作る私許せなくて賄賂の連鎖幕府にも広がり私の告発も見消され肩を落とし風に吹かれ奉行所を去る免許のミニ店舗の大飢饉米の根を釣り上げる商人行く民を救わぬ役人私悔しくて米の一粒でも民のために分けよう食べ込んだ蔵を打ち壊せ許されざると分かっていても時しか道はなく思い果たせずされど幕府の崩壊が目に浮かぶ。ヘビが日本にやってきた。黒船に乗ってやってきた。使いでやってきた鎖国していた江戸幕府ペリーに開国迫られる海盗期限は1年間幕府頭を抱えたよ下田と函館の港開かせたアメリカが次に幕府に認めさせたもんだそれは貿易得をするのはアメリカで日本に不利な不平等条約不平等な条約世界と結び庶民の生活大ピンチ不平不満が大爆破幕府を倒せた日本が燃えるヘリーが日本にやってきて江戸幕府が衰退したペリーと結んだ条約で日本は新しい時代を迎えるして日本を見ろ外国との条約立場が弱い庶民の生活苦しく世の中に不
ため立ち上がった薩摩と長州立ち上がった。しかし薩長仲悪い、そこで龍馬が大活躍。薩長同盟で幕府を追い込む。坂本龍馬戦いをせずに江戸幕府に、坂本龍馬政権を朝廷に返さず大政奉還。すごいぜ龍馬、やったぜ龍馬、新時代が来る。私は板垣、国民は皆政治参加ができると演説。自由民権求める国民、日本各地広まる運動。警察使い取り締まる政府、きらめく担当板垣狙う。お前は誰だ、私を襲うのか。そうはゆかぬぞ。うわぁ、手と胸を負傷した。板垣シスタも自由は死せず、命を懸けた自由民権、私は不朽だ。私は板垣、大隈と共に国会開設、政府に迫る。帝国憲法日本にできて、日本最初の衆議院選挙。日本中から選ばれた議員、国民参加の議会がスタート。板垣と隈、新しい国の幕開けだ。議会政治が始まった。
幕末開国した日本に西洋文明入ってきた。将来見越して私はね、独学英語を学んださ。外国に行きたい私はね、カニマルでアメリカへ。その後欧州にも渡り、西洋事情を書いたのさ。アメイジの時代が始まって、西洋文明花開く。洋服牛肉鉄道と文明開化の到来だ。身分制度が改められ、国民みんなにチャンスある。一人一人が教育を受ければ西洋に負けない国になる。学問の勧めで書いたのさ、天は人の上に人をつくす、人の下に人を作らず、平等と教育大事と訴えた。そして慶応義塾を作ったさ、近代教育の普及に努めたさ。Thank you。私は夏目漱石、明治を生きた小説家。日本人の日常を軽妙写達に書いたのさ。我輩は猫部屋、坊ちゃん貴様くださいしろ。西洋の真似は Now、 wow! 目覚めよ真の日本人。いかに生きるかを小説通じ考えた。書かずにいられない、愛もエゴイズムも。それから僕たち心を満ち腐った。正岡子規から芥川龍之介まで交流し、文学界をリードした。総合作曲山脈、明治の上流小説家樋口一葉。東京の巷の闇に埋もりゆく声なき声を筆に乗せ、書かずにいられない。
たくさんの賞があるのを知ってるかい？ Yeah! 私たちが教育に科学技術スポーツは文部科学省日本のお金税金の集め方使い道を考える財務省は私たちの生活医療に福祉や年金雇用は厚生労働省日本を作る鉄道に道路や港空港は国土交通省私たちの食べ物農業に林業水産業は農林水産省便利な暮らし電話にテレビの通信から消防は総務省はまだまだあるぞ。私たちの経済エネルギーで貿易経済は経済産業省日本の環境自然と動物きれいな空気守る環境省私たちの平和日本の平和と安全を守るのは防衛省日本の法律日本の法の整備と人権を守る法務省は世界を結ぶ国際協力条約外国とのことな内務省はたくさんの賞が私たちを捧げてる強敵循環国民の権利はいろいろあるぞ私たちが自由にできること自分の好きな思想や学問宗教を選べるぞ意見を言ったり集会を開いたり参加できるぞ居住や移転職業を選ぶのも自分の自由私たちの持つ権利教育を受ける権利裁判を受ける権利政治に参加する権利は賛成権利働く権利で働く人が団結する権利もある健康で文化的な生活を営む権利は生存権私たちは皆平等平等個人の尊重し男女に差なく私たちは法の下で平等だ歴史ほどドキリワクワク心躍るものはない夢驚き涙希望ロマン何でも詰まってる先人の知恵に学び未来に咲いたぞ歴史ほどドキリワクワク心弾むものはないあの人を思えば法律や大仏、町を作り国を栄えさせた人たち勇ましく己の道を突き進んだ武将たち筆やペンで時代を書き記した文学者日本独自の芸術を生み育てたアーティスト誰もが皆未の世界に立ち向かったチャレンジャー学問の進歩に尽くし幕末を走り抜けて新しい発想で近代国家気づいたでも明治から昭和戦争を重ね悲しい歴史を刻んだ戦後の日本人頑張り経済復興を果たした平和国家を掲げて私たち生きている歴史ほどドキリワクワク心躍るものはない先人の知恵に学び未来にさ生かそう明日を気づくのはその私たちだが過去から未来へいざ進もう それではまた会おう